そのことを示しておりますのが、この青銅器に見る交流ということで、そういう焼き物などの、日常生活品の文化が非常に小さくまとまる反面、こういうお祭りに使ったような青銅器は大変よく似た器が中国の南の方から今の中国の東北地方に至るまで共通したものが広く見られるようになる。これは限られた人たちで、花王朝と直接の関わりを持った人たちはこういうお祭りの文化を共有したというふうに、これが世界で広く見られる農業や国家が始まって以後の、2つの交流のあり方という、日常の交流と王権を介した交流という、それが非常に明確に見て取ることができると考えられます。